太陽や月の引力が引き起こす海の流れから電気を生み出す未来の発電技術は日本で実用化に向けて大きく前進しています。九州電力グループの九電未来エナジーが長崎県五島列島で取り組む潮流発電プロジェクトは日本のエネルギー自給率向上と脱炭素社会の実現に向けた画期的な挑戦となっています。天候に左右されずに安定した発電が可能なこの技術は離島地域のエネルギー問題を解決する切り札になるかもしれません。今回は最先端の海洋エネルギー技術潮流発電の仕組みから実用化への道のりまで詳しくご紹介します。潮流発電とは、皆さんは潮流発電という言葉を聞いたことがありますか？潮流発電とは海の潮の流れ、つまり潮流のエネルギーを利用して電気を作り出す発電方法です。潮の満ち引きは太陽と月の引力によって引き起こされるもので、その動きは規則的で予測が可能です。その規則的な動きに目をつけたのが潮流発電であり、潮流の速い場所に設置されたタービンはそのエネルギーで回転することにより電気を作り出します。風の力を利用して風車を回すことで発電する風力発電とよく似ていますね。一般的に潮流発電には毎秒1メートル以上の流速が必要とされていますが、実際の発電量は潮の流れの速さに大きく左右されます。日本は島国であり多くの離島を抱えていることから、潮流発電の潜在的な市場は非常に大きいと言えるでしょう。特に瀬戸内海や関門海峡、明石海峡など潮流の速い海域では潮流発電の導入ポテンシャルは非常に高いと考えられており、新たなエネルギー源として注目されています。世界では主にヨーロッパが潮流発電の実用化において先行しており、イギリスではすでに商用レベルの潮流発電プロジェクトが進められています。潮流発電が持つ3つの優位性、月と太陽の引力によって生じる海流を利用するこの技術は、従来の再生可能エネルギー源とは異なる特性を持ち、特に日本のような島国にとって戦略的な意義を持っています。ここでは太陽光発電や風力発電との比較を通じて潮流発電の革新的な利点を解き明かします。安定した発電能力。潮流発電の最大の強みは予測可能な発電パターンにあります。潮の満ち引きは太陽と月の引力によって引き起こされるため、天候に左右されることなく安定した発電が可能です。潮の流れは常に存在するため、太陽光発電や風力発電が天候によって発電量が大きく変動するのとは対照的です。具体的には、太陽光発電や風力発電は天候による出力変動幅がプラスマイナス 50% 以上であるのに対し、潮流発電はプラスマイナス 15% 以内に収まります。また潮の満ち引きは非常に規則的であるため、予測から正確に発電量の見通しを立てることができる点も安定した発電につながっています。景観や騒音への配慮。潮流発電では発電機が海中に設置されるため、景観を損なわないという点も大きなメリットです。巨大な風車を設置する風力発電では、風車が景観を壊す問題や騒音が議論になることがありますが、潮流発電ではそのような問題は起こりにくいのです。長崎県五島列島の潮流発電プロジェクトでは、発電機上部が満潮時のみ海面から 1.5 メートル露出する設計を採用しており、風力発電で問題視される景観破壊の懸念を解消しています。環境省の調査では多くの地元住民が視覚的影響を感じないと回答しました。また騒音面でも優位性が確認されており、水深40メートルでの測定値は最大110デシベルですが、これは船舶エンジン音より低い値です。国土特性に適したエネルギー戦略。日本周辺海域の潮流エネルギー潜在量は20ギガワット以上と試算されており、これは原発20基分に相当します。潮流発電は流速が1メートル毎秒以上の場所で行うことができますが、日本周辺には確認されているだけでも40カ所以上の潮流発電的地は存在します。
特に五島列島を含む九州西海岸では流速3メートル毎秒を超える海域が密集してあり、日本近海の地形に適した発電方法といえます。また離島の多い日本では離島地域における発電コストが問題となっています。離島での発電は燃料を本州などから輸送する必要があるため、発電コストが高くなるのです。しかし潮流発電を離島の周辺海域に導入することにより、離島のエネルギー自給率向上と CO2 排出量削減が同時に実現できます。発電した電気をそのまま離島に送電することで、燃料輸送の必要がなくなり、発電コストを下げる可能性を秘めています。実用化に向けた課題。海の流れで電気を作る潮流発電が実用化されるまでにはどのような課題があるのでしょうか。九電未来エナジーの五島列島プロジェクトで生じた課題を交えて解説します。メンテナンス。潮流発電では海中に機械を設置しますが、海の底は想像以上に厳しい環境です。例えば鉄が海水で錆びる問題。発電機は特別な塗料で守られていますが、3年間で500円玉サイズの錆が発生しています。特にネジの隙間から錆が広がりやすく、錆を防ぐために定期的なメンテナンスが必要です。さらに海洋生物の付着も深刻な課題となります。貝や海藻が発電機の羽にびっしり付着し、1年で 200kg の重さになることもあります。九電未来エナジーは水を弾く特殊加工と紫外線ライトで対策しましたが、完全に防げていないのが現状です。深海に設置された機械のメンテナンスには特殊な技術と設備が必要であり、コストが高くなる原因にもなります。高いコスト。現在の発電コストは1キロワットアワーあたり23円から32円程度であり、家庭の電気代である1キロワットアワーあたり約30円とほぼ同じで採算が取れない状況です。原因はメンテナンスコストに加え、設置費用の高さにあります。例えば九電未来エナジーが推進するプロジェクトの総予算は26億円で、大型風車1機の 2.5 倍以上のコストがかかっています。環境省の資料を確認すると、作業船コストが主要経費と記述されていることから、設置場所の調査や海底に発電機を設置するための特殊な作業船のコストが高いことがわかります。また海底ケーブルの敷設費用だけで3億円かかるなど、稼働に至るまでの初期投資が大きな負担になっています。今回のプロジェクトで培ったノウハウでどこまでコスト削減を実現できるかが今後の焦点となります。自然への影響。発電機の周りでは魚の数が 15% から 20% 減ることが確認されています。特に海遊でのマアジが発電機周辺から遠ざかる現象が観測され、漁業関係者から心配の声が上がっています。一方で発電機の基礎部分が人工の岩場のようになり、小魚が集まる良い影響も報告されているようです。また水中の騒音にも懸念が残ります。人間には影響がない場所に設置されていますが、発電機は工事現場の騒音と同等の音が発生するため、海中の生き物への配慮が必要です。イルカなどの聴覚に影響を与える可能性があり、現在も専門家が調査を続けています。地元との挑戦。地元の漁業関係者との話し合いは最大の課題となり得ます。五島列島のプロジェクトでは発電機の設置海域が従来の漁場と重なり、五島の漁協の試算によると収入減少の可能性が指摘されています。そのため補償として人工魚礁の設置を提案していますが、完全な合意には至っていません。未整備の制度。国の制度が未整備な点も障壁です。例えば発電した電気を送電網に接続する優先順位が明確でありません。太陽光発電との競合で接続許可が最大3年遅れるケースも発生しています。許可取得の手続きも複雑であり、五島プロジェクトでは15種類の申請が必要でした。
一部の手続きには長期間にわたる調整が必要となり、漁業法と公有水面埋め立て法の調整に2年もかかりました。国は手続き簡略化に取り組んでいますが、まだ改善の余地があります。日本の潮流発電関連企業、九電ニライエナジー、未上場。九電ニライエナジーは九州電力証券コード9508の子会社として2017年に設立された再生可能エネルギー専門の会社です。同社は再エネは陸から海へという考えのもと、海洋再生可能エネルギーの開発に積極的に取り組んでいます。長崎県五島列島で潮流発電実証事業を行っており、2025年度まで続く予定です。2025年1月31日に公開された最新の潮流発電機は出力が 1100kW となり、従来の 500kW 機の 2.2 倍に発電能力が向上しています。日本で初めての 1000kW 級の出力を持つ発電機の設置であり、日本の潮流発電技術の歴史において大きなマイルストーンとなりました。同社はこの実証事業を通じて技術面での実用化と商用化に向けたビジネスモデルの構築を目指しています。三菱長崎機構、未上場。同社は長崎市に拠点を置く企業で、三菱製鉄証券コード5632のグループ会社です。九電ニライエナジーの五島列島プロジェクトで潮流発電機の改造を担当しました。出力を高めるため、潮の向きに応じて発電機の向きを変える、揚制御や流速に応じて羽の傾斜を変える、ピッチ制御などの機能を追加しています。同社の技術力が発電機の性能向上に大きく貢献しており、今後の発展が期待されます。川崎汽船証券コード9107、川崎重工業証券コード7012。日本国内での活動はまだありませんが、アイルランドの DP エナジーが手掛けるカナダの潮流発電事業に参画しています。同プロジェクトでは2023年に1機目の発電機の運転を開始、2026年までに合計3機の設置を目指しています。海外のプロジェクトで得た知見を生かし、国内での潮流発電事業に取り組むことが期待されています。いかがでしたか。九電ニライエナジーが長崎県五島市で進めている潮流発電実証事業は、日本の潮流発電の最前線と言えるでしょう。 1100kW という国内最大規模の潮流発電機による実証試験は、潮流発電技術を大きく前進させるものです。潮流発電は天候に左右されず安定した発電が可能という大きな利点を持ち、特に離島地域のエネルギー問題解決に大きな可能性を秘めています。また発電施設が海中に設置されるため、景観を損なわないという環境面でのメリットも大きいですね。九電ニライエナジーの取り組みは、国内での大型潮流発電開発にとどまらず、シンガポールでの小型潮流発電実証事業への参画など、国際的な展開も始まっています。これらの多角的な取り組みを通じて、さまざまな規模や用途に対応できる潮流発電技術の確立を目指しているのです。2025年度まで続く実証事業で、技術面での実用化と商用化に向けたビジネスモデルの構築も進められています。この実証事業の成功は、日本における潮流発電の本格的な普及の鍵を握っていると言えるでしょう。海に囲まれた日本だからこそできるこの独自の再生可能エネルギー開発、九電ニライエナジーの挑戦は、日本のエネルギー自給率向上と脱炭素社会の実現に向けた重要な一歩となるはずです。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。